グラフの成長が確認できた6年目。経営面、育成面をさらに改善し、世界に挑むレベルに到達するべく、7年目に向かいます。秘書は3年で入れ替われるので、ここでローラさんが退職、新たな秘書を選ぶことにしました。唯一実在しないらしい秘書、沢村彩香さんにします。これで秘書も一回りする形ですね。ゆうりちゃんといきなり呼ばれてますが、次はなんて呼ばれようかな。ここから年末年始の作業へ、公約は、総合評価 S を獲得、コアサポーターがたくさん入ってきました。次はスポンサー契約。メインスポンサー20億を超えた企業があったので、ここを中心に契約。サブスポンサーは、3億近い企業を含め、10億ほどの契約料、合計で21億ほどの収入となりました。次はスカウトへ。ユース、コーチの探索能力が良かったヘイルケンスから。日本が得意地域で、キーパー、ディフェンダーが S、巧みな移籍金値上げ術を持っている、マッカローネにしました。うまく移籍金を値上げして、お金稼ぎもできれば、という思いです。呼び方は、先生を選択。先生と呼ばれて喜ぶ趣味はないんですけどね。公約は、ジャパンスーパーカップに勝利。開幕直前に開催される、J チームとの戦いなので、達成はかなり楽です。プロモーションプランは、大規模な財政確保プランを選択。ホームゲームで収入を増やします。ここから7年目に突入し、監督スタイルは、年俸を値切る技を覚えるため、経営コンサルタントを継続。キャンプは一度、お金をかけます。5億使い、沖縄に行かせるキャンプも挟みました。ある程度事務作業も終わり、補強ですね。期待のユースが入団。でもこれ、あまり当てにならないんだよなぁ。その懸念通り、ユースは良さそうな16歳の新人はおらず、発掘と未所属選手の方がいいですね。次はスカウトのリストですが、どこのポジションがとかはあまりなく、とりあえずいい選手、お金になる選手、これが取れればいいと思っています。頼みの綱の、未所属選手ですが、破天荒？変な名前のキーパーがいますね。あとは世界に出ることも夢ではないのランクの外国人が多く。フォワードならどこでもやれそうな、野中富士を、彼は欲しいですね、取りましょう。あとは育成ですね。プレイスタイルの育成なんですが、調べてみると結構細かく育成する必要があるみたいです。キックターゲットやら、スタンディングヘッドなど、いろいろなスキルを上げ、プレイスタイルを上のレベルのものにしていき、しかも狙ったプレイスタイルにする。調べてみたら、いろんなチームカラーがあり、中にはおすすめの強いチームカラーがあるようなので、それを目指す。どこまでできるかわからないですが、調べながらやっていきます。個人的にいろいろ参照させていただいている身なのですし、細かいことはサイト参照ということで、次に行きますね。あとは契約延長ですね。多少した方がいいのか、年俸値下げの術を覚えてからがいいのか、とりあえずやれるところはやろうと思います。その後、野中富士の入団交渉へ、結構期待しています。契約は、1年、8500万で成立。移籍金目当てじゃなく育成目当てです。さらには右サイドバックの、クラブの核になり得るおばたをトップ昇格させます。今年はあまり大きな補強ではなさそうです。
2月のキャンプは宮崎で安く済ませ、多少、契約延長を済ませます。値引き交渉術を覚える前に開幕しても嫌だったので、済ませました。2月を終えた時点で、経営コンサルタントはレベル5、レベル10くらいだったと思うので、まだかかります。3月、期限付き移籍から、アルプーロ・ラモスと石本が帰還。二人ともあまり馴染めず、いまいちの期限付き移籍だったようです。この月は、いい整理整頓人事、ベテランの田代にオファーが来たので、放出します。だいぶランクは低いので、放出したい選手でした。3060万ですが、迷わず放出です。ここまでが J1 開幕前の行動が終了、チームの状態を確認します。グラフはまずまずの大きさ、最近はそこまでグラフの大きさが変化はしていませんが、そこそこレベルの高い選手も数人若手で入っているので、もう少し伸びしろがありそうです。じゃあ、さらにランクの高い選手を入れていきたい。そんな気持ちはものすごいありますが、その分年俸も高くなる。しかしそんな選手たちを維持できるほど経営は良くはない。なので、覚醒練習や特別練習、特に特別練習でチームカラーも発動できるように地道に育成できれば、そんなターニングポイントにしたい7年目です。アジアまでなら全く問題なし、世界もそろそろ取りたい、そんなレベルだと思います。もう一皮むけたいですけどね。どうなるか全くわからないです。なので、攻めの育成、平塚ローマを再び期限付き移籍に出しました。序盤は彼がいなくてもやれますし。これで序盤の期限付き移籍は、タコ、平塚、の中の3人。有望な3人を活かせています。そして J リーグ開幕、育成に力を入れる予定の7年目、ここから世界の足がかりにしていきましょう。これだけ差があるので、本当に安心して見られるんですよね。ということで今回はここで終了にします。今現在の最大の目標はチームカラーの発動になりました。経営面も大事ですし、補強ももちろんです。どうなっていくのか、ご視聴ありがとうございました。